上げたら下ろす、上げたら下ろす、上げたら。ねえねえ切り返し仙人、踏み込み足教えてよ。今お寿司食べてるから後で。ねえねえ切り返し仙人、踏み込み足がわかんない。だから今お寿司食べてるから後で。お待ちお待ち。おいおい、そりゃねえだろ。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。今日は踏み込み足の教え方レベル別参戦いきたいと思います。リクエスト動画です。下塚れパックンさん、ありがとうございます。それで踏み込み足をどのように教えればいいですか、どう教えたら初心者にも踏み込み足のやり方を理解してもらえますか。今日これやりますね。今日お話しする内容は、ある八段の先生が海外に指導に行かれた時に、それ僕ついていかせてもらって勉強させてもらった、その方法です。もうね、本当にその海外での指導っていうのは日程がとにかく限られていて、もう1日2日ですよ。この短期間で言葉の壁を乗り越えて踏み込み足を教えないといけない。それで実際そのセミナー僕横で見てたら、もう現地の参加者の人がね、めちゃくちゃ上手くなってるんですよ、この方法で。だから必ず短期間で結果が出る方法だと僕個人的にはめちゃくちゃ思ってます。もうこれ以上ないと思ってます。では今日も分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。まずレベル1は超初心者向けの大きい面打ちの踏み込み足の教え方ですね。これどうやってやるかというと、まず正しくこう構えたところから、足は動かさずにっていうのがポイントです。足は動かさずに、まず手だけ大きく振りかぶって、一回上で止まります。これ止まったのを必ず確認してください。確認していけるなと思ったら、そこから始めて振り下ろしと右足を出すのと、メーンっていう声を同時に行います。振りかぶったら一回止まって、そこから打ちます。止まったのを確認して、打ちます。振りかぶって一回止まって、そこから振り下ろしに合わせて足を一緒に出します。この一回上で止まるっていう、ここからせーのでスタートすれば、必ず危険帯は一致します。危険帯っていうのは、メーンっていう声と実際の打突の打ち、市内の打ちね、それと足の踏み込みです。これがせーので踏み込むと、3つ必ず合います。振りかぶったところで1回止まれば必ず危険帯は一致します。これを聞くと、いやそりゃさすがに簡単すぎだろと、上で止まるのなんてもう当たり前じゃないかと思うかもしれないんですけども、初心者の人っていうのはその踏み込み足、今やってる踏み込み足の前にすり足をやってると思うんですね。すり足っていうのは振りかぶるときに足を出すだったと思うんですよ。そして振り下ろすときに足を引きつける、この動きがもう身についてるので、どうしたって振りかぶるときに足出したいんですよ。なんでそれを一回踏み込み足では足を出さないようにね、まず手だけ振りかぶるんだよね、ここからせーので足出そうっていうね、これがまずできるようになるっていうのがレベル1の最初の目標です。振りかぶるときに足は出してはいけません。振りかぶるときに足を出してはいけません。足は止まったまま振りかぶって、そこから打ちます。もしね、欲を言うんだったら、このレベル1の時に当たる瞬間にね、竹刀がね、金槌で釘を打つようにトン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 というふうにね、ちょっとこう跳ね返るようなね、スナップがあるようなね、手の内がちょっとだけでも意識できているとすごくいいと思います。それ次はレベル2になりますね。レベル2っていうのは、これも大きい面打ちの踏み込み足の教え方になります。ここで大切なことは、とにかくさっきのレベル1が確実にできるようになっていることです。さっきのレベル1が上手にできてればできてるほど、レベル2は簡単に感じてもらえると思います。じゃあ、レベル2ね、どういう難しいことやるかっていうと、レベル1とすごく似てるんです。実はね、レベル1覚えてますか。レベル1は構えたところから足は動かさずに振りかぶって、手だけ振りかぶって1回止まったのを確認して、そこから振り下ろす、足を出す、声を出すを同時にガシャーンと合わせるんでしたよね。レベル1は振りかぶって1回止まって、そこから打ってました。それの振りかぶった時に止まったのを確認してたところを止まらない、それだけなんです。レベル2ってのはこれだとできそうでしょ。振りかぶった時に止まらないのがレベル2です。振りかぶったらすぐ下ろします。レベル2は振りかぶったらすぐ振り下ろすのがコツです。
他は全部レベル1と同じなんです。上で止まらないだけ。例えば振りかぶるときに右足を出さない、これもレベル1と同じですし、危険体を最後声と打ちと足の踏み込みをバシッと合わせる、これもレベル1と同じです。で、欲を言えば最後打つときにポクッというね、こう金槌で釘を打つような手の内を使ったような、ちょっとこういうねスナップの効いた打ち、これも同じなんです。レベル2は振りかぶったところで止まらない、振りかぶって止まらない、振りかぶったら振り下ろす、振りかぶったらすぐ振り下ろす、振りかぶったらすぐ振り下ろす。そう言うと、レベル2これで終わりですか、宇賀店長簡単すぎやせませんか、思ってるかもしれないんですけども、実はこのレベル2で大きい面打ちはほぼほぼ完成なんです。これ何がねさっきのレベル1と違うかっていうと、レベル1っていうのは上で止まってっていう部分があるおかげで、これ打ち自体が2拍子になってたんですよね。1で1回止まって2で振り下ろしたんです。レベル1は1、2、2拍子になってました。だけど今度このレベル2では止まらないってわけですから、1拍子のうちになるんです。1拍子の大きい面が打てるようになってるんです。レベル2は1拍子です。なので、この1拍子になった途端にこの振り上げ振り下ろしの勢いも使えるし、体が前に出るような勢いも出てきて、これにて大きい面打ちの踏み込み足もほぼほぼ完成、ただ上で止まらないだけ、それがレベル2です。最後レベル3はですね、小さい面打ち、小さい面打ちの踏み込み足の教え方になります。じゃあ早速小さい面打ちはですね、どうやってやるかというと、構えたところから小さく振りかぶりますよね。小さく振りかぶるときにコツは右足を一緒に出しちゃうってことなんです。振りかぶりと右足が同時に出ちゃう、これでびっくりするぐらい危険体がバチッと一致します。レベル3は手元を上げるときに足も一緒に出します、足も一緒に出します、足も一緒に出します、足も一緒に出します。はい、じゃあここで思い出してほしいのが、レベル1とレベル2の大きい面打ちっていうのは、振りかぶるときに足は動かさないでねって言ってましたね。止まったのを一回確認してとか言ってました。足は絶対動かさない。だけどこのレベル3だけは小さく振りかぶるときに右足を一緒に出すことで危険体がバチッと合うんです。これが小さい面打ちと大きい面打ちの違いなんです。っていうとね、私小さい面打ち手と足合わないんだわっていう人、もしよかったら自分の面打ちをビデオ撮って見てください。必ず手は小さく振りかぶってるんだけど足が出てないはずなんですよ。足が出遅れました。よーく見てみると手が先に当たって足が後からついてます。足が出てないのは大きい面打ちでしたよね。足一緒に出さなきゃ、出すのが小さい面打ちの踏み込み足なんです。これで必ず合うと思います。いかがだったでしょうか。今日は踏み込み足の教え方レベル別3選、大きい面打ちレベル1に小さい面打ちレベル3でした。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるでしょう。当店の無料小冊子大人の剣道部7つのルールができました。概要欄のリンクから今すぐスマホでご覧いただきます。